歩いてた。待って、今出てこられてもどこから、どこから、ん、なんでなんでな、えー、無理無理無理。はい、イケモです。今日もシャドウコリドーやっていきまっしょいということで、早速ねやっていきたいと思います。はい、霊魂の援護、援護かな。あの男は命が尽きるまで何度でも私を守ってくれた。彼に応えるためにも私は絶対に元の世界に帰らなければならない。状況は悪くなる一方だが、そう決意すると勇気が湧いてきた。船は自分の行くべき場所を知っていたかのように一人でに 船着き場に流れ着き、いつの間にか猫は姿を消していた。そこには今までとは明らかに違う異様な雰囲気が漂っていた。うん。さあ次は、あ、待ってー、もう上にマガタマ5個集めてねって出てるー集める系ね、オッケーオッケー。ふぅ、にゃんこいなくなったのか。ふぅ、なあ、え、これ扉？これ扉？なんか一瞬扉と分かりづらい扉だ。もう始まった？これ始まってる？え、なんかこれやばくない？やばくない？ぬめぬめしてるよ。え、でもやばくない？ぬめぬめしてるちょっと待って、あー待って、暗い。え、ぬめぬめし、始まった？これ始まった？もう始まった？始まっちゃった？こっち何？あー、床が絶妙に気持ち悪い。こっちはあれかな、開く。まずこっち行ってみようか。え、待って、やっぱ、あ、待って、カメラがある。撮るよ、撮る。これはついにしびれを切らした男の一人が女にクワを振り下ろし、他の男もそれに続いた。女が悲鳴を上げるとすぐに少女が社の中から飛び出し、女の前に立ちふさがった。危険を感じた男たちは神通力を使わせまいと、すぐさま数人で少女を押さえつけた。この間にも女は地に倒れ、辺りは血の海だったという。取り押さえられた少女は身動きが取れず、こうなってしまえば神通力など恐るるに足りなかった。ここぞとばかりに殺された少年の父が少女の目をつぶした。少女が悲鳴を上げると次の瞬間、暗鬼さんは想像を絶する光景を目撃した。少女のあたりからまばゆい光が溢れ、あまりに強烈な光にその場の全員が倒れ伏した。その光は瞬く間に広がり、村の男たち、少女とその母親、そして社まで包み込んだ。これ最初の時の一番最初にムービーで出てきた光がブワーってなんか広がっていってた映像のことかな。確かに深淵であった少女、確か目、あれ目なんかやってたっけ。はあ、ここ隠れるところだね。あ、アーカイブ？どうやって見るんだっけ、アーカイブ。アーカイブ。ダメだ。もうアーカイブの見方忘れちゃった。でもとりあえずなんか来たら、ここに逃げてこよう。ん？あ、下？あれ、まだ始まってなかった、これ。え、待って、怖い怖い、待って、どうしよう、怖い、ダメだ、慣れない、いつまでたっても慣れない。やっとこのステージなんかを慣れたかな。ん？え？下だ、ここも。え、待って、どこにどう行けばいいか分かんないぞ。とりあえずこの上をぐるっと回ろう。
こは敵来ないと。ん？なんか音が。え？待って、まだ扉がある。わかんないな。ふう、怖いよ。下に行くべきだったかな。下の方が行き止まりだったかな。うわぁ、待って、これどうなってんだろう。え？上？待って、上もある。待って、これ今なんか来たらどこに隠れたらいいの。ここか。え？待って、やばすぎる。あそこがなんかつづらがある。え、待って、下とか上とか無限にあるぞ。わかんない。もうわかんない。怖いよ。やっぱ近いとライターの方が見やすいね。ん？ん？何今の音？ん？なんか今音鳴ったよね。え？え？なんか、え？待って、消して、え？あの、え？あの、え、なんで、こわっ。こっち、待って、暗くてわかんない。うわ、待って、ここすぐそこじゃん。へえ、どういうこと。あの音がしたら現在私のいるところから生まれるの。待って、どうしたらいいかわかんない。もういい、もう大丈夫でしょ。とりあえずつけよう。はあ、でもここもダメなのかな。めっちゃライターの火が揺らめいてるけど大丈夫だよね。でも戻ってこない限り。うわ、びっくりした。あっちに行ってる。今上にいるんだ。え？ここから生まれたよ。ここら辺から。え、なんか棚を開けるのが条件だったのかな。特にそれらしいものはないけどね。うわ、じゃあ今上に上がってったから、とりあえず下に行こっか。あ、走ったら来るのかな。鐘が聞こえるってことは守備サーチ圏内ということで、走ったら来るのかな。あ、うん、今やばい。シャンシャン言うとる。はい、ここら辺で歩いて一応閉めて、やべえ。ちょっとそこら辺まで走っちゃったから来るけど、ここ大丈夫かな。ここやばいかな。はい、しゃがんで。はい。多分そこまでシャンシャンは来ると思うんだけど、やだー。もう何しれっとシャンシャンの人。ふぅ、待って。やだー。あー、来てるね。火が消えた。来た。開いたー。これ大丈夫でしょ？大丈夫で、あ、やっぱ私がそこまで走ったからか。ふぅ。ああ、びっくりしたー。よし、行こう。ふぅ。開けとこうか、ここね。どこが下に降りるとこだっけなー。これ引き返してきて、引
き返してこないでね。なんか近くなってない？近くなってる気がするな。来てらっしゃいません？ああ、近くなってる気が。ああ、待って、行けない。あ、遠くなってった。鈴の音がかすかに聞こえるってことはサーチ圏内なんだろうから走れないね。ふぅ。じゃあ素直にさ、ここ降りてみよっか。ん？水？え？え？めっちゃ進むの遅いんですけど。あ、やばい、どうしよう。パカパカパカ。やば。やば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 。私のバカ。私のバカ。爆竹を投げてしまったよ。だから大丈夫かな。爆竹投げちゃった、もう。大丈夫だね。来てなさそう。はあ、びっくりした。いや、懐中電灯をつけたかったんだよ。つるって滑っちゃってさ。いやー、やば。どっちから来てるかわかんないな。爆竹で来たのかな。え、前から？前から？大丈夫でしょ。こっちじゃないでしょ。もうこっちだったら諦めるも諦める。え？うわあ！あ、ダメだ、もうダメだ。ダメだ、こんなのダメだよ、遅いよ。ダメだよ。あー、怖い、もう無理これ。あれ？なんかさ、今一回死んだからアーカイブ見に来たんだけど、さっきのさ、チリーンって言って生まれる徘徊者っぽい名前がないんだけどな。出てないね。じゃあ、あの緑の人な。ふぅ、よし、行くぞ。うん、どこにいるんだろう。あ、え、そこ、そんなとこにいた。でもこれさ、爆竹使ったらなんか、来たらどこに逃げるかをちょっと確保しておきたいよね。そこにいるよね。うん、そこにいる。結構広いな。ん？ここ大丈夫だよね。よいしょ。あ、お、ここに体力回復するものがある。めっちゃ怖いんだけど。あの音的にはさ、あのドタ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 って走り回る人が通るときにこんなような口笛みたいなのが、口笛でもちょっと違ったかな。え、何今の。え、もう怖すぎなんだけど、今の何だったの。ラジオでもあったのかなとか思ったぐらいだったんだけど。ここは、あ、鍵があるね。じゃあ開けて、あ、はい、開けて、あいあいあいだよ。ん？これ何？え、これ何？新しいぞ。アクションボタン。小さな鈴、風変わりな模様が刻まれている小さな鈴。回廊で見かけた、あ、猫が身につけていたもののようだ。ただの鈴ではないようだが、揺らすと可愛らしく、綺麗な音で、なる。
え？どういうことだろう。何の効果があるんだろう。わかんないよね。なったらどうなるんだ。あー、トカゲの尻尾、神アイテム来た。で、とりあえずここで減った体力を回復します。そして何かあったらここに逃げ込もうということで行きますよ。待って、この鈴を早めに使って効果を知っておきたいんだけどな。もうどうなってんのみたいな。どこに爆竹投げるみたいな。でもここかな、こっち側に投げよう。いくよ。柱に当たりそうだな、なんか。あ、やばい。他のなんか来ませんように、他のなんか来ませんように。マガタマありますか。あったあったあった、マガタマ、マガタマ、マガタマ。やばい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 やばやば、待って待って、いっぱい来ちゃった。あー、もうダメだ、見えん、終わった。やっぱ爆竹投げたらちょっとの間隠れといた方が良さそうだね。あの女の子もさ、うわ、あ、待って、あれ、ここから、ここから生まれるんじゃない。待って、自分のいるところから生まれるかな。さっきはさ、このチリーンが鳴ったら私のいるそばから生まれたんだよね。で、ちょっとボワッて、なんか黒いのが、ん？ん？ん？ あれ？生まれた？ん？生まれてないね。え？え、何だったんだろう。じゃあさっきのはたまたま出てくるところのほんと近くに私がいただけ？ん？でもマガタマ1個手に入れられたけど、え、さっきのさ、緑のやつ何？ここどこ？あ、懐かしい。もう懐かしさすら覚えるわ。やばい。クリスマスの人もいる。これを早めに使ってみたいんだけど、これ何の効果があるんだろうね。使ったらなくなる？これ。じゃあさ、ちょっとここで使ってみていい？いくよ。ん？ん？あ、え？あ、待って、何これ？え？あ、知ってる！あれだ！あの、深淵の時に道しるべしてくれた人だ。人じゃないな、ホワホワだ。待って待って、嘘、待って、無理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 。あー、いる。あ、でも向こう、向こう向いてるからいいか。待って、ホワホワ、待って待って待って、なんかあった、なんか、待って待って、ホワホワ行っちゃった。鍵、鍵、待って、ホワホワ行っちゃった。どっち行った？こっち行ったよね。待って、戻ってきてるかもしれない。あー、ダメだ、完全に。どこ行ったかわかん、なんかここに、ここに虫がいる。どっち行ったんだろう？わかんないね。あれだね、だから最後に、もう、出口がわからないみたいな。
コンパス、あと出口を探すだけだみたいな時だね。はい。さあ。よいしょ。やばい。何ここの部屋見えないな。ほわほわ、もう完全にどこ行ったかわかんないね。ああ、暗い。こういう。え、待って、後ろから聞こえたよ。わ、待って。ここ全然。あ、なにあの、緑色だ。え？全然近くに来るまで気づかなかったね、あのチーンって。これさ、顔上げたらバレるかな？わー！わー、ちょっとやだ。わあ、そしてさ、あのクリスマスの人も一緒に来ることないじゃんね。よこよこ、あ、暗くなった。はい、暗くなったら顔は出さない。あー、いるもうさ、今の前と後ろから来てるじゃん。もうずるいよ。はあ。怖いもん。はあ、ちょっとおとなしく待とう。はあ。怖かった。え？戻ってきてる？あ、上だ。噛んだ。上だって言って。上だ。もうこれ今一番下なのか真ん中なのか、そもそも上中下のこの3層なのかすらもまだ分かってないからな。え、下ってことは真ん中かな。真ん中、まあその3層か分かんないけど。うわー、あ、また泣いてるよ、どこかで。まず、うわー、ここを逃げ道としたいけど、ああ、ここ逃げ道としたいけど、いやー、ここで爆竹使うのはちょっと怖い。ここかな？声がしなくなったな。こっちだ。あれ、遠くなってった声が。違うね。あ、なんか今緑の見えたよ。いるんじゃないの、チリーンの人が。あれ一瞬見えたんだけど、やめてよ。なんとなくこっちがいいかな。じゃあちょっと下降りてみよっか。でも違うよね、きっと。いや、このもう水、あ、この下はさ水なのかな。なんかこういう時長靴かな、長靴かもしれない、ワンちゃん。なんかさ、長靴のアイテムで水でも歩くスピードが落ちないみたいなのあったから、長靴を手に入れたらこの水のところは行こうかな。分からないけど。なんとなく右側から聞こえてきてるんだよね。わあ、やばいやばい。やばい。しゃがんでも無理か。でもしょうがない、ここは。ああ。
何あの緑の、緑のなんか来てたよね。やばい、怖い。全然ダメだよ。でもここ水？あ、水になっちゃうな、どうしても。もう行こう。あ、体力、体力。体力、体力。そして鍵じゃない？やったー！そうだよ。鍵はさ、そう、鍵だけは割とこう、先に鍵が潤沢にあるイメージ。やばい。あのさ、なくなってきた。懐中電灯が。ちょっと、温存していこう。わあ！わあ！ちょっと歩いてる。歩いてた。待って。今出てこられても、どこから？どこから？ん？なんで？なんで？無理無理無理！あ、無理だ。待って待って。待って待って。無理無理無理。無理でしょ、これ。